皆さんこんにちは、フィットネスメイトのヒロです。今回もご視聴ありがとうございます。ということで今回はですね、質問でも多くいただいてた、どのトレーニング動画をしたらいいですか、ヒートはどれが一番いいですかっていうことについてお話ししていこうと思います。でまずこう知っていただきたいのが、筋肉を動かすことによって脂肪というのは燃えてくれるんですよ。なのでより多くの筋肉を動かすとダイエットっていうのはどん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 うまくいくんですけど、この筋肉を動かすだけじゃなくて筋肉を喜ばせてあげることも実は大事 でこの喜ばすっていうことなんですけど、新しい刺激を入れてあげることなんですね。体っていうのは、人間っていうのはそもそも適応能力があるので、例えば寒いところに行ったりしたら、すぐに最初は寒くてめっちゃしんどい無理だと思ってても、もしかしたら慣れてくると思うんですよ。その和の環境に適応する能力があるんですけど、筋トレって実はこの適応する能力を利用しているものなんですね。で今までとは全然違う動きとか筋トレをすることによって、筋肉にガーンって負荷が来て、筋肉からしたらやっべえ、次また同じようなこんな刺激が来た時に耐えれるように強く成長しなきゃっていうのが筋トレなんですね。なので刺激が入ってくると、最初はどん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 筋肉変わってくると思います。でもだん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 変わりづらくなってくるんですけど、これはその刺激に適応しちゃってる状態なんですよ。だから体が変わりづらくなってきたなとか、最近痩せづらいんですよって方はですね、頑張ったからこそなんですね。そこにまた新しい刺激を与えてあげることによって、体っていうのはどん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 変わってくれるので、適応したってことはめちゃめちゃ頑張ったっていう証拠なんで、ぜひですねご自身をもう褒めまくってあげてほしいですね。ヒートとかトレーニング動画を選ぶときも、フィットネスメイトって実は同じトレーニングメニューでも順番とか時間とかを実は全部変えてたりするんですよ。その理由は、新しい刺激が入って早く効果が出てほしいっていう気持ちもあるし、あとは筋トレが少しでも飽きずに楽しく長く続けてもらえたらなという思いも込めてます。で最近ではレベル分けもしているので、まあ、その日のコンディションとか、その日の、まあ、自分自身の能力値に合わせて選んでいただいたらいいと思うんですけど、最後でまでできなくても全然 OK なんですよ。なのでレベルの高いものを選んじゃったけど、でも最後までできなかった、でもそれはそれで新しい刺激がしっかりと入ってきてくれてるので、無駄な筋トレっていうのはマジで一切ないんですよ。10秒でも筋トレしたら、それは10秒の筋トレになってくれるし、1分したら1分になってくれるし、まあ、そういった形で続けていくことがめちゃめちゃ大事になってくるので、まず一つは動画をやってみる、そしてなんとなくでもいいのでレベル6やってみようかなとか、その日のコンディションに合わせて選んでもらう、そしてできれば違う動画を使っていただくことによって新しい刺激に変わってくれるんで、筋肉が新しく変わろうと成長してくれるので、体作りの手もめちゃめちゃ良くなってくれます。なのでダイエットをしたい方、まあ、トレーニングをして体ボディーラインを作りたい方も、例えばヒップアップをしたい方、女性の方ってヒップアップしたいってことで同じ動画をするんじゃなく、フィットネスメイトで一応再生リストに全部分けてるので、まあ、お尻だったらお尻で、今日はこれ、明日はこれ、しあさってはこれっていう風に、胸のトレーニングでもいろいろあるので、今日はこれ、明日はこれっていう風にいろいろ変えてみるといいのかなと思います。はい、ということですね、今回ですね、まあ、トレーニング動画とかヒートって何をしたらいいのってことは、実際にはめちゃめちゃ曖昧な答えになっちゃうんですけど、ぶっちゃけほんまにどれも効果が出るように作られてます。なのでその日の気分で新しいのをピックアップ、そしてまずはやること、絶対これが大事なんで、まずはやること、続けること、でその中でどれにするかは、どれを選んでもらってもある程度、結構フィットネスメイドの動画しんどいものばっか、めちゃめちゃきついものばっかになってると思います。なので効果はバチバチにあるので、ぜひですね続けていくためにも、あとは自分自身のレベルに合わせて動画をピックアップする、そして好きなものを選んでいただくっていう風にしていただくといいかなと思います。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございます。またこのような形で皆さんのご質問に動画として返信させていただければなと思います。ということで、また次回の筋トレ動画でお会いしましょう。ナイス！最後までご視聴ありがとうございます。回数でできる筋トレ動画はインスタグラムに投稿してますので、よかったら概要欄をチェックしてみてください。そして普段僕が食べてる筋肉飯はサブチャンネルに投稿してます。そちらも概要欄に貼ってますので、よかったらチェックしてみてください。
昔の動画も含めてコメントは毎回すべて読ませていただいてます。何か気になることがありましたらしっかりとメモしておくので、よかったら気になることはコメント欄にお書きください。また次回の動画でお会いしましょう。ねっそー。